こんにちは。朝6時半です。曇っています。今朝の気温は4度ですね。ちょっと寒いですけども、氷点下にはなりませんでした。残月が出ていますね。風はわずかに吹いています。パンパスクラス微妙に揺れています。デジカメを持ってきて撮影しています。空が今日は青く映ってますね。月にもいろいろと名前がついているんですが、来年から詳しくお伝えすることにしたいと思います。半田山です。頂上の方雪雲がありますね。一部うっすらと雪が積もったようです。大手まりに四十からがやってきました。今日はつがいでやってきています。なかなかこっちを見てくれないんですよね。お尻ばかりが映っていて一羽飛んでいってしまいました。これはメスでしょうかね。昨日のはオスだと勝手に断定したんですが、2羽並んでこっちを向いてほしいです。日本随線とペーパーホワイトのネームプレートを作りました。花が咲いている時に作って刺さないとあまり意味がありませんからね。9時になりました。曇っています。雨が少し降ったのでネームが立てやすいかもしれません。たくさん花が咲いている日本随線はここだけです。後で株分けする時のためにまとめてネームを刺しておきます。ペーパーホワイトにもネームプレートを立てたいと思います。ペーパーホワイトは何箇所かで咲いています。今日初めて一輪咲いた株もありますね。デルフィニウムです。今日は風が強くなるということで強風がちょっと心配です。シンフォリカルポス、空が暗いので今一つパッとしませんね。パンパスグラスが揺れてきました。風が強くなってきたようです。南天もちょっと揺れてますね。あ、風が強くなりました。かなり揺れています。チャイニーズホーリーです。雨の音が聞こえてきました。隣の家では植木屋さんが雨の中作業中です。時々こっそり覗いて剪定を見習おうかと思います。白石霊がやってきましたがすぐに飛んでいってしまいました。これは雪混じりの雨でしょうかね。白く見えますよね。横殴りといった感じです。明るくなったり暗くなったり、風が吹いたり止んだり、今日の天気は忙しいです。今日は本格的な雪になる可能性があるようです。大荒れになっている地域もあるみたいですね。丸尾です。人形のように動きません。今日は寒いですね。寒くて昼寝がしにくいと言っています。動かなくなった魚のおもちゃには興味がないようですね。匂いをクンクン嗅いでいますが何もしません。ベンチの足にスリスリしてますが、これは何か意味があるんでしょうか。撮影するなと言ってるんでしょうかね。ちょっとだけ動いてこっちを見ました。母ちゃん食べ物を粗末にしちゃダメだにゃんと言っております。そうなんです。これは地球グミなんですね。嗅いだことのない不思議な匂いがしますね。猫には魅力のない匂いのようです。この後は全く興味を示しませんでした。今日は丸尾のふわふわの胸毛を見ながらお別れしたいと思います。今日はこの辺で。バイバイにゃん。